ホームチャンネル。はい、今日は栃木県足利市の、バスのルートマップ、そして、料金などちょっとご紹介したいと思います。僕も足利市に住んでいますが、こんなバスを乗ったことないので、正直このどんなところを走っているかとかですね、いくらぐらいかかるのかとか、料金とかですね、もちろんルートも全く知りませんでしたけども、意外とこれから栃木県足利市に観光に来ようと思っている方とかですね、あとは、まあ、観光ではなくても電車で来られる方だとですね、タクシーだとちょっと高いということで、公共機関のそういう乗り物、バスとかを利用しようと思っている方にはですね、なかなか参考になると思います。一応ですね、まあ、値段から、まあ、料金ですね、料金からこう見せますと、大人が200円なんですけども、この1日券500円って方が絶対まあ、旅行なりで来る方では得だと思います。かなりこの広い範囲乗れますので、いいと思います。本当に見どころを1日券でも足らないぐらいいろいろ時間かかると思いますので、一応この次の方は無料ですということで、こんな感じで書いてあります。で、足バスアッシっていうんですけども、これの乗り方降り方はこんな感じです。まあ、普通に停留所でバスが来るのを待ってくださいということで、まあ、通常のですね、どこの地域でも同じようなこの乗り方だと思いますので、気になる方は、まあ、ストップボタンなりでこれを読んでください。足利の一番大きい病院、足利日赤病院へのご利用方法とかちょっと書いてあります。これは普通の旅行の方は関係ないと思います。で、一応ですね、足利市のこの見どころですね、これがこう書いてありまして、15箇所書いてあります。足利学校から万奈寺、太平記館とかですね、足利公園で織姫神社、美術館とかですね、名草巨石館で、最近すごく有名になったこの足利フラワーパーク、これこの栗田美術館ですね、この辺もバスのルートで回ってます。で、一応足利の中心部がこんな感じでマップで載ってまして、ここが浅草から、東武伊勢崎線で止まる足利市駅です。で、ずっとここから歩いて、この渡良瀬橋っていうのは森高千里の、歌に出てきた橋です。足利駅からはこの距離です。だいたい歩いて10分ぐらいです。で、ずっとこれが一応足利の昔の旧市街っていうところですね、通り何丁目って書いてあります。で、足利学校もここにあります。まあ、バスに乗らなくてもこの辺は歩いて行ける距離です。この万奈寺とかですね、市役所とかで織姫神社、ここをちょっと歩きますけどね、山になってるので。で、これが中心部です。で、フラワーパークとか栗田美術館とかは歩いてはいけません。で、 JR の足利駅はここです。気をつけてもらいたいのは、この東武足利駅と JR 足利駅はこんだけ離れてます。歩いて20分ぐらいかかりますので、東京とかみたいにですね、その同じ駅内で、構内で線を乗り換えるようなことはできませんので、気をつけてください。で、一応この路線バスの問い合わせ先とかもこれ載ってますので、このマップとかが欲しい方とかは電話してもいいかもしれないです。で、ですね、足利学校周辺のバス乗り場、国道293沿い、こんな感じで乗ってます。
で病院、JR 足利駅前の乗り場、東武足利駅前の乗り場、アピタバス乗り場、この辺はあの気になる場所があったらストップボタンでちょっとよく見てください。でこのルートがですね、本当にかなり広いんですよ。これ500円で1日乗り放題は結構遊べると思います。僕も今度地元ですけども、これ乗ってぐるっと一周というかなんかしたいと思ってるんですけども、足利市のメインがこの辺の東武足利市駅からずっと来たこのアピタって、この、スーパーといいますか、このデパートっていうんですかね、この周辺が一番足利市で一番人が出ている交通量が多いところです。で、こちらが JR 足利駅、市役所とかこの織姫神社とかこの辺にあるんですけども、まあ、大体この辺なんですよ。足利市のメインっていうのは本当に狭い範囲なんですけども、でもあの見どころといいますか、あの山の中とかですね、あのずっといろいろ見どころはやっぱりあるんですよ。その自然の見どころっていうんですかね、都会の人が喜びそうなその山の綺麗さとか、そういうところはこの辺の山の中が結構いいです。特にこの辺の80番、この辺はですね、本当に足利市の方でもなかなか行かないところなんですけども、あの自然が豊かで結構綺麗です。でこのココファーム入り口っていうのは、あのココファームワイナリーっていうのがワインを作ってる場所がありまして、結構最近では沖縄サミットとかで沖縄、足利のこのワインが出たりして結構有名になりました。ずっと行くと結構山の中にはハイキングコースもいっぱいありますので、こっちもですね、まあ、この辺もハイキングコースもいっぱいありますので、ハイキング好きな方にもおすすめです。で、東の方に行くとですね、ずっと行くとこっちずっと行くと佐野の方に、栃木県佐野市の方に行くんですけども、その手前に栗田美術館とかこの辺にございます。富田駅、この辺にですね、栗田美術館、フラワーパークなどがございます。この南部の方はですね、まあ、生活感のあるルートだと思います。見どころというところは特にないと思います。生活に使っている方が多いと思いますね、このバスがですね、まあ、主にこの辺じゃないでしょうか。あの地方から観光で来られる方はメインのこの辺をバス乗ると思います。おすすめはまあこの北部ですね。泊まりで来られる方はぜひ行ってみてください。なんか田舎に来た感を楽しめると思います。この辺はよし、時刻表用もあるんですけども、この辺はですね、まあこんな感じでもダーッとあるんでちょっと紹介しきれないです。詳しい時刻表とかは多分この足バス足時刻表とかで検索すれば、足利市の何かホームページとかですね、このバスを管理してる会社のなんかタイムスケジュール表みたいなのも結構あるかもしれないので、ちょっと調べてないですけども、あのその辺でちょっと見てください。まあ、一応さっきも言いましたけど、このバスに関する問い合わせ先っていうのがありますので、参考にしてください。
ストネットです。やっぱりですね、電車で来られる方っていうのは本当に足がなくて不便だと思います。田舎なので歩くかタクシーしかないですからね。それなんでこのバスは結構貴重な公衆手段で、で歩ける距離じゃなくこういうココファームとか、この名草って言われる場所の山の中とかですね、結構点在しているので、タクシーで行かれると本当にやって間に1万とか行ってしまうと思いますんで、この1日乗り放題500円で乗り継いで、まあ足利散策、深いところの足利散策はそれでできると思います。で軽い足利散策でしたら、このバスすら使わず日帰りでですね、この足利駅に着いたらこの辺の神社とかですね、回った渡良瀬橋を見てプラプラこの通りをして、まあ、織姫神社と足利学校、この辺行けばもうちょうど8時間9時間経って、でまた電車に乗って東京なり帰るっていうぐらいのコースが一番よろしいかと思います。以上、栃木県足利市の足バス、アッシーの紹介でした。